鍋島里奈は、日本の陸上競技選手。専門は長距離走、高知県須崎市出身。小学校時代は、サッカー少女であり、サッカーを続けたいという思いがあったが、入学した須崎市立須崎中学校には、女子サッカー部がなかったため、自給層が好きだったからという理由で、陸上競技部に入り、競技を始めることになった。しかし、中学時代は、 県大会が、やっとのレベルの選手であり、中学2年時の2007年度高知県中学校、総合体育大会陸上競技女子1500メートルでは、5分38秒69で19位という記録が残っている。四国高校陸上競技の名門である、高知県立山田高等学校に入学し、本格的に競技に取り組む。しかし、 高校3年間は故障との戦いも強いられる。その中で、全国高等学校駅伝競争大会には3年間とも、出場し、2年3年では1区を走った。特に2010年ではチームを過去最高の12へ導く回想を見せた。ちなみに、鍋島は2年3年と1区で2017年世界、陸上競技選手権大会マラソン代表の安藤、由加と対決している。 高校卒業後は、鹿児島県の鹿野体育大学へ進学。大学1年で2012年度日本、学生陸上競技個人選手権大会女子5000メートルで、大会記録を更新する15分52秒95で優勝。日本学生陸上競技大抗選手権大会では、女子1万メートルで、大学3年、4年と2年連続優勝を果たすなど、学生一の地位を勝ち得た。 また2014年国際千葉駅伝では日本学生選抜チームのメンバーとして出場最終区のアンカーを任されて区間2位チームとして3位に入賞している。2016年大学卒業と同時に JP 日本郵政グループへ入社、日本郵便に勤務しつつ JP 女子陸上競技部に入部した。入社1年目の夏は故障の影響もあり、 目標としていた第100回日本陸上競技選手権大会に出場することはできなかったがチームの先輩である鈴木あゆこと関根花菅が同大会でリオデジャネイロオリンピック出場を決めたレースを名古屋市水穂公園陸上競技場のスタンドで見て来年は自分も走りたいという思いを新たにしたというそしてその年の11月27日の 全日本実業団対抗女子、駅伝競争大会では5区を走り、第1生命のエースで、リオデジャネイロオリンピックマラソン代表の田中智美と、競り合い、先頭に立って、区間賞を獲得、日本優政の大会初優勝の立役者となり、自らも大会最優秀選手に選ばれた。2017年、春シーズンから体調が良く、ベートン・上段ーダ小陸上や静岡県長距離、 強化記録会などのレースで良いパフォーマンスを見せ、日本陸上競技連盟主催のナショナルチーム合宿に招集されて代表クラスの A 級選手との合同練習で自分の現在位置のレベルを確認する。2017年の第101回日本陸上競技選手権大会では、大会3日目の女子5000メートルに出場、レースではチームの先輩である鈴木に食らいつき、 最終ラップで鈴木を引き離して15分19秒87のタイムで1位となり、選手権初優勝を飾ると同時に2017年世界陸上競技選手権大会の同種目派遣標準記録もクリアしたため、日本代表選手内定を勝ち取り、6月26日の日本陸上競技連盟理事会において、正式に世界陸上競技選手権大会日本代表に選出された。 2018年には国際陸上競技連盟主催のダイヤモンドリーグに参戦し7月21日の第11戦ロンドンにおける3000メートルで日本歴第2位となる8分48秒21を叩き出した2018年2019年と日本陸上選手権1万メートルを連勝して2019年世界陸上競技選手権大会の1万メートル代表に 選ばれたが、故障のため出場は叶わなかった。現在、5000メートルで14分台を出して2020年、東京オリンピックの代表となることを目指している。ありがとうございます。